おはようございます。ザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションナワーです。今日は12月は29日火曜日、バイリンガルで高野文夫がコミュニケーション上の重要なポイントを一つ今日もお伝えいたします。このバイリンガルビデオダイアリーはとうとう今日はですね2240回を超えてます。毎日ですね英語と日本語で各3分か4分発信していますが、コミュニケーション上の重要なポイントだけに絞ってですね発信いたしております。社会的なですねいろいろな問題を取り上げてですね、それをコメントするとかいうか、それに対するいろんな批判を言ったりすることはやめてですね、私のビデオダイアリーはコミュニケーション上の技術に特化してますから、見ていただければ何らかのコミュニケーション上のコミュニケーションが上手になるための重要なポイントを一つですね皆さんゲットすることになると思います。私はコミュニケーショントレーナーとしてですね、世の中の人たちがしっかりものを言える、しっかりプレゼンできる、そのお手伝いをしたいと思っております。プレゼンテーション協会の理事長をやってもう4年目に入りましたか、プレゼン協会を立ち上げて20年が過ぎました。私のですね社会使命は、世の中の人たちが危機として明るく過ごす、そのためには自分の思いをしっかりした言葉でですねしっかり相手に伝えるといかにいいようなお話でも、いかに世の中のためになるお話でも、伝え方に失敗するとですね反感を買ったり、余計でもない恨みを買ったりですね、いかに伝え方が重要か、いいことでさえ 逆に取られたりします。いかにコミュニケーションが重要かということですね。今日ですね朝早朝の NHK のテレビを見てましたら、今年亡くなった方を2人紹介してました。私の大好きだった渡里哲也とニコルスさん。ニコルスさん、彼はイギリス人なんですが、日本に惚れてくださって、日本の帰化してですね、長野ですか、森を買って、そこでですね自然に生きる、人間として生きるということをこの日本にしっかり伝えてくれた方でした、ニコルスさん。私は彼を好きでした。なぜかというと、私と同じ趣味、空手がメインの趣味でしたから、そこに惹かれてですね、ニコルスさんを好きになったということもあります。彼が最後にこう言ってました。NHK の女子アナウンサーの質問に答えてですね、こう言ってました。ニコルスさん、日本人の一番欠けたところは何でしょうか。日本人はいいマインドを持っているんだけれども、いい人ほど喋らない、いい人ほど自分の意見をしっかり言えない、要するにですねコミュニケーションの問題があると言ってます。私はコミュニケーション、皆様が上手にコミュニケーションできるようになるために、世の中にコミュニケーションのトレーナーとして、プレゼン協会のトップとして、いかに上手に人に思いを伝えるかということを、これから世の中に広めていこうと思ってます。まだこれからですね10年ぐらいは思いっきり活躍できますので、いかに上手にプレゼンするかということを、私のそれを教えするのを私の天命だと思ってますので、どうぞ今年ももうじき暮れますが、来年もどうぞよろしくお願いいたします。お聞きいただいてありがとうございました。